こんにちは。5月17日水曜日の東京マーケット情報です。不透明感が広がりました。東京市場の値動きです。今日の東京株式市場はトランプ大統領の今後の政策運営への懸念で円高ドル安が進んだことから売り注文が優勢となり、日経平均トピックスともに値下がりしました。今日の東京外国為替市場、円高ドル安が進み、現在は1ドル112円台前半で取引されています。株価の動きです。今日の東京株式市場はトランプ大統領の今後の政策運営への懸念から外国為替市場で大きく円高が進んだことを受けて売り注文が先行しました。トランプ大統領が機密情報を漏洩したという報道に続いて、日本時間の今朝になって新たに前の大統領補佐官への捜査の中止を要求したと伝わったことで一段と円高が進み、日経平均は一時150円余り値下がりしました。午後になると輸出関連の銘柄が売られる一方、内需関連を中心に業績が期待される銘柄には買い注文が入り、膠着した値動きとなりました。結局、日経平均トピックスともに値下がりして今日の取引を終えています。